ボートレース多摩川 G3 オールレディースリップルカップ開催の3日目、水面上は第5レース予選競争が開始されています。出走メンバーは1号艇西岡郁美、2号艇原香織、3号艇白石亜美、4号艇土屋美咲、5号艇大山千尋、6号艇新田芳美、以上の6選手です。バックストレッチ到着しております。各メンバー枠なりに待機行動が進んでいます。さあ昨日は活躍目立ちました内枠勢からまず1人目1号艇西岡郁美、その昨日の競争2走2連隊としています。そして2日目穴を開けていたのが2号艇原香織です。2コース3号艇白石亜美が枠なり3コースです。ダッシュ勢3艇4コース角1、4号艇土屋美咲です。ドリーム組の5号艇大山千尋が5コース。サイアート6コース、2日目は連勝マーク、6号艇新田芳美です。ここで12秒進の回転です。予選競争迎えましては第5レースです。スタート10秒前、進入体系員から123ダッシュが456です。5レースのスタートが切られました。各選手あまり大きな差はありません。1マークです。1号艇西岡に4号艇土屋が握って、5号艇大山は3番手で差し込みに行きますが、バックストレッチ1号艇西岡が速攻を決めています。スタートは前提正常でした。そして2番手争いです。遅れ差しから6番の新田はここから届くか、インサイドから6号24と4選手混戦です。2番手争いは6号艇新田がまず行って、5番大山が差し込んで、2号艇原が中行って、これに続く4番土屋でホーム側さばいていきましたのは5番大山の差しハンドル、続いていきまして2号艇の原と戻ってまいりました。僅差でまだ追っています。4番の土屋と6番の新田、ここからどうかの2周1マークです。3番手ターンは2号艇原、そして小さく小回り4番土屋を刺そうと6番新田ですが、3番手のポジションは2号艇原香織、リードの方は2艇身前後です。さあ今原の功績を共に乗り越えてという6番の新田と4番の土屋、ラップしながらです。3番手はここも2番の原です。そしてそんな原の懐を6番の新田が狙って、そして真ん中の方を割り切れずに外へ流れる4番の土屋です。3番手争い持ち込むのは6番の新田、あと1周目先かけています。2号艇原がアウトサイドからという競争、その後方少し差がついている4番の土屋に展開向くか、6番新田回る2番の原が窮屈に差し込もうと、さらに内側4番土屋も行きますが、ここで6号艇新田芳美、6号艇の新田が上がってまいりました。上の体勢は1番、5番、6番です。ただ6番新田も最終コーナーを迎えるにリードはあまりない状況です。さあ3番手ですが、6号手の新田が後ろの競り合いを外から一くるみでホームストレッチへと戻りますが、こらえて2番の原に、さらに内々4番土屋もおりますが、この辺りどうでしょうか。後陣は1番西岡、5番大山、6番新田で五輪。後方4番、2番、3番で五輪です。以上、第5レース予選競争でした。